はい、アンディです。今日は、まあ、築地ゲストということで、はい、フォトグラファーで映像クリエイターの村田さんに来ていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。村田さんのご紹介はね、概要欄にとお任せするとして、はい、簡単に言いますと、僕をライカ沼に引きずり込んだ大王ということで、はい、ズブズブとズブズブの関係を続けておりますけど、今回はちょっとね、珍しく、オンライン対談ということで、はい、はい、まあ、何を話すかっていうところでいくと、まあもうこれしかないんですけど、まあ最初はまあそれですから、それからです。まあまずちょっとこの話をさせてくださいと。行っちゃいましたよ。行きましたね。でかいっすね、やっぱ。ウェブ2S、これね、でかいっす。重い。でかいっすね、やっぱね。重量感がまずすごいっすね。迫力ありますね。すごい、もう。アルファ7-3と比べても全然重いっすか？全然重い。あ、そう。全然。アルファ7-3って重さどれぐらいだったんですかね？多分ボディが500、560g。そんなもんだった気はしますけどね。多分感覚そんなもんだと思うんですけど、こいつボディ900だとかだと思うんですよ。まあでも真鍮削り出しなんですよね、多分ね。そうそうそう、そういう意味でいくと、このもうレンズについてるこのレンズフード、こいつが重い。重い。ああ、なるほど。アルミなのかな、なんか真鍮か、これも。アルファ7-3ね、バッテリー含むと650らしいです。ああ、でいくと多分プラス300ぐらい。ああ、もう全然重いですね。うん、800、900、多分これ、確かボディあったんで。ああ。で、さらに、レンズでまた800、900あるんで。2キロ持ってる感じですね。2キロ。ペットボトル2。2リットルペットボトル。ずっと持ってるってやつですね。それきついですね、結構ね。これはね、すごいです。ただ、やっぱグリップここはすごいしっかり太いんで。うんうんうん。あ、本当だ。あ、結構深いですね。これかなり深くて、うんうん、これはね、結構持ちやすいんですよ。もうこれで全然持てちゃうっていう。カメラの位置が分かってない。これでいけちゃうんで。うん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 。だから、あと重さがあるんで、ホールドの安定感、めちゃくちゃすごいです。ああ。で、手ブレ補正機能も結構、なんかしっかりしてて、まあ、シャッター1秒ぐらいにしても、なんか ほぼほぼ撮れてるみたいな。おー、すごい。優秀。その辺はすごいっすね。弱点は重いぐらいって、今のところは。そうですよね。あとは完璧。もう完璧以上です。おー。あ、じゃあ、あとレンズ、これ、バリオエルマリト、もう最後やっぱ選んだんですけど、はい、何周も終わって、はい。なんか実はこいつも防塵防滴らしいんですよ。そう。で、こあのボディももちろん防塵防滴なんで。あ、じゃあ海入れますね。海入れる。超怖いけど。絶対嫌ですけど、まあ、雨とかは、結構気が楽になったというか。そうですね。それめちゃめちゃいいですね。そう。ボディが防塵防滴は知ってたんですけど、レンズは知らなかったんで。買って、なんかどうもそうらしいっていう。防塵防滴だっていう表記を見て。最強じゃないですか。そうなんですよ。アンディさん、それ買って一番良かったのなんですか？いやー、一番良かったのは、まず、でもやっぱレンズが、こう、自分の寄りたいところにスッてやっぱ寄れるのは、ああ、はい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 。これはちょっと Q2 ではできなかった。クロップとかもいろいろ試していたんですけど、やっぱ限界があるなっていうのはどっかに感じてて、平面だったら自分が寄っていけばいいっていう前提があるんですけど、例えば上とか、川の奥とか、さすがに行けないところにこう、グッて行けるのが、まず一番、撮りたい画角に撮れるようになったっていう。はい。それに付随するんですけど、自分で作ったライカ Q2 用のプリセットを、これのローに当てても、同じ色が出てくるんですよ。おう。それがめちゃくちゃ助かるというか、楽というか、ありがたいというか。いいですね、それね。めちゃくちゃいいです。なので、α7-3 の時は、自分のプリセット当てても、Q2 とは違う色が出てきちゃってたんで、また色探し直したりとか、作り直したりとか、結構、面倒い。じゃあめんどいし、まあ言ったら好みの色はこっちだったんで、Q2 の方が好みの色なんで、その辺がすごいこう悩ましかったのが一気に解消された。今はめちゃめちゃいいっすね。うん、そうなんですよ。ただ重いドンキっすよ、これドンキ。まあ、動画もちょっとねいいですしね、それ。
動画いいっすね。動画の手ブレ補正がめちゃくちゃ効いてるんですよ、これ。うん。以前の動画で、iPhone 11 Pro が一番手ブレ補正がいいっていうやつ出してるんですけど、Q2 と α7-3 と比べたら、iPhone 11 Pro が一番良かったみたいな。これ、まあ、さすがに iPhone には勝ててないですけど、結構いい勝負できるレベルの手ブレ補正。ああ、素晴らしいですね。かなり、だから平地平面で平行移動は全然いけるイメージで。階段で若干バレるって感じですね。走るのはもうちょっと無理でしたけど。でもね、手持ちで撮って動画編集でスタビライザーかければ全然絵になるぐらいだったら十分ですよね。全然絵になる。ちなみにこれぐらいで持ってるやつだったら全然余裕です。被写体を追いかけ続けるだとちょっとスタビライザーかけた方がいいかなとかっていうぐらいですけど、うん、その辺考えて動画はだからやっぱこっちの方が全然いいっすね。もうラット機能がめっちゃいいっすよ。そうまだそれ試してないんですけど、うん、そう中に色入れられてそのまま撮れるってなると結構編集も楽になりますからね。マジでそれは本当にブラックマジックデザインのシネマカメラがそれできて、はい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 、でちょうど知人がこの前持ってたんで、うん、そうだったんですけど、やっぱりそれできるってかなりもう覗いてるだけでかなりテンション上がるんで。ああ、いや、いいっすよね。それちょっと試したくて、まだ全然できてなくて、まあ、全然追いついてなくて、写真の方ですらまだ手いっぱいってやってるんですけど。いや、でもいろいろまだまだ楽しみが。楽しみがいっぱいあって。めっちゃ楽しみです。あと、そう、M 型レンズを試したいっていうのもまだありますし。ああ、はいはいはい。マウントで。ね、ぜひ、はい、フィルクスつけてみてもらって。いや、そうなんですよ。ちょっとそのコラボがものすごく今楽しみ。まあ、ちょっとマウントね用意しなきゃあれですけど、ぜひやりたいなっていう、はい、いいっすね。そのあたりのまあもう語り出したらきっと気がないんで、このあたりで一回SFS の話は今度ちょっとぜひね村さんにも使ってもらいながら、ぜひぜひぜひ、はい、ちょっと欲しくなると思うんで今年は僕絶対何も買わないと心に決めてるんですけどね。同じくです。でもちなみにこれ買ったおかげなのか分かんないですけど、今もう物欲ほぼゼロですから。あ、それ言ったら僕もゼロですね。やっぱり仏の心になります。落ち着いてますよね。落ち着いてます。もうなんかいらない。今日のね確か11時に M11 が発表なんですよね、はい、出ますよね。そう、絶対見るしチェックするし、まあまあなんなら触りに行きたいとは思ってるんですけど、欲しいは今なくて。そうですね、すごくね仏の気持ちを手に入れました。もうなんか布とおかゆがあればあとはいいですね。ライカと布とおかゆでいけますみたいな。悟りの境地にいけてます、ね、いやちょっと続いてはぜひ村津さんの M10 モノクロームの話も。これですか。これはちょっと聞かずにはいられない。これ、まあ、京都でもねあの時ちょっと取り急ぎガーって話を聞きましたけど、はい、なんかあの時は僕はもうなんか羨ましい以外の多分コメントが多分なかった気がしてて。でもやっぱ冷静に判断すると僕って M 型じゃやっぱ自分の作が違うなって、逆に言うとなって SL 行ってるじゃないですか。 2S 行ってるんで、こうライカ Q2 お互い持ってたのから、こうそれぞれにこう新たな旅立ちをしたみたいな感じだったと思うんですけど。 で、ね、で1ヶ月ですか、まだ経たない。僕これいつ買いましたかね。年末はもう持ってたから。あ、銀座行った1週間後ぐらいに買ってたと思うんで、12月、あ、1ヶ月、ちょうど1ヶ月ちょっとぐらいですね。おお、はい、1ヶ月ちょっと、まあまあありましたね。そうですよね、はい、SNS とか見てても、まあ、撮ってる写真が上がってくるわけじゃないですか。はい、結構撮ります、もう本当にスナップから、もうガチのスタジオ撮影も撮って。はい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 、いや一通り全部撮ったんですよね。うん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 。結果、いや、うん、めちゃめちゃいいですね。もう言葉がそれしか出てない。そうですね。まあ、でも最初はやっぱりちょっと苦労しましたけど。ああ、いや慣れるというか。慣れるまで。レンジファインダーも。自分の白黒だけど自分の出したい色を出すためにかなりこの絞りと ISO と、うん、シャッタースピードの関係性を、シャッタースピードとかもおそらく僕250分の1以下で撮ることほぼなくなったんです。
ああ、それ前も言ってましたよね。なんかね、1000分の1、はい、500分の1をもうなんか基準してるみたいな。そうです、はい。で、まあ、ブラしたいときに、ゴンって下げるときはあるんですけど、コントラスト強めに取りたいのかとか、白を強めに取りたいのか、黒を強めに取りたいのか、はいはい、結構変えたりとか、ああ。なんかすごい単純なんですけど、奥深いなっていうのは、やっぱ改めて。いや、シンプルだからこそ難しいは絶対ありますもんね。そうですね、本当に。いやもう本当に面白いカメラだなっていう、まあ、大体の人見せるとえモノクロしか撮れないのにその金額なのって言われるんですけど、まあ間違いないです。まあ多分100人中100人思ってると思います。あとこのレンズ、はいはい、めちゃめちゃいいです。うん、F1.4、はい、どのアスペリカル、アスペリカ、はい、はやっぱり描写僕はすごい好きです。なんかあの銀座でちょっ と試し撮りさせてもらった時もなんかもうあのとろけてる感じがやばかったですもんね。とろけてさらにこのモノクロームで撮るともっととろける感じになるんで、いやちょっと話聞いてるだけで取り当たってきたな。50ミリっていう価格がやっぱりなんかこう、まあ、ある意味ちょっと基本のミリ数じゃないですか。わかるわかる。原点に帰ってなんかこうなんとか自分で無理やりでも構図はめて撮るみたいなのに戻れたんで、うん、今のところ全部の種類撮って、ああ、はい、35欲しいわとか、24欲しいなとかって思ったことがなかったんで、まあ、当然これできるかなっていう、なんか、もうはしご、でかいはしご登って、自分で自ら撮ったりとかしたんですけど、うん、なるほどね。なんとか、その手ありましたね、なるほどね。なんとかなるっていう、はい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 。それは確かにそうだな。なんで、まあ、これから先多分35欲しくなったりとか、うんうん、それこそ70とか90とか欲しくなることあると思うんですけど、うん、今のところはもうレンズに関しては満足してます。あいや完璧ですね。そういう意味では、まあ、僕も24-70のズーム使ってますけどやっぱ50で撮ることが一番多いです。そうですよね、本当に。あしかもそれはもうあのなんかグッて寄せて撮ったら50だったっていうレベルの感覚の方が多くて、唯一困るのはカフェとかで、コーヒーを取ってくださいとか言ったらときに、はいはい、最短が70センチなんで、あそうかめっちゃ取ることがある。その時だけあちょっと35欲しいって思うんですけど、あ確かになるほどですね。それでもまあ椅子の上に登っちゃえば何とでもなるんで、確かに確かに難しいですけど、はい、まあ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 そうですよ。なんとかなるかなっていう、まあまあ、究極9-2あればね、30センチぐらいまで、あ、そうです、そうです、マクロにすれば17ぐらいまで余裕出ちゃうんで、そうなんです、そうなんです、抑えはできますよ。驚いたのが一つあって、この1ヶ月で結構ポートレートの依頼が多くて、はいはいはい。で、一応 9-2 とこれでいって、まあ、大体9割9分カラーでお願いしますって言ってくるんですけど、もちろん9-2で撮って、で、一応持ってきたんで、これでも撮りますねって言って、はいはい、まあ Q2 でもちゃんと綺麗に撮ってこう見せるじゃないですか、うん、あのモノクロの方でもいいですかっていう人が結構多いんですよ。おそれすごいっすね。だからやっぱりなんかすごい綺麗っていうんですよね、なんか、なんでやっぱりこの描写力はバカにできないなっていうのは改めて思いました、うん、こいつのこの子の、いやー最高ですよね。まあ言って最高峰ですからね。カメラ交換して撮ってみた企画早くやりたいですね。早くやりたいですね。いろいろと試したいですよね。検証企画系はいろいろとやりたいのあるんで。ライカ Q2 の話もぜひ。言ったらまあライカ始まりのカメラみたいなのが僕らの中にはちょっとあるじゃないですか。はい、あえて選んでまあ村田さんは M10 特にモノクロームに行ったと。僕はちょっと SL。まあ、2S の方に行ってると。でも2人ともこれを手放してない、別にね、はい、カメラ1台あればいいっていう考え方ももちろんあるから手放してもいいはずなのになんでまだ持ってんのっていうところをちょっと最後のトークテーマにしたいんですけど、手放すって考えた瞬間ってあります？まあ、あのいなくなるっていう選択肢は多分ないですね。いやでも分かるっすね。僕もだからこれを手放すっていう発想まずまあ全然なく、唯一一瞬頭をよぎったのが MK を買った時どうかなってちょっと考えた、うんうんうん、のはあって、まあ、持ち歩くなんかこう使用頻度とかを考えたと思うんですけど、うん、でも結局防塵防滴だったりとかあのマクロ取れるとか、うん、この軽さとか
トータルすると手放す理由がやっぱなくて。そうですね、軽さもそうですし、もう本当なんて、まあ、手軽さが一番なんですかね。まあ価格は手軽じゃないんですけど、うん、そうそうそう、ですね、でまあ描写力は問題ない、すごい綺麗じゃないですか。間違いないですね。ライカの初めの一個にはとても最適だと思いますし、うん、初めの一歩にいいけど描写力とか色味とかもちゃんとライカだし、とりあえず一個カバンの中入れとければ何かと使えるっていう、うん、特に僕 SLSS クソ重いんでやっぱちょっと持ち出しやっぱ毎日持ってるとちょっと腰やられるぐらいのレベルなんで。そうっすよね。でもここまで来るとだから急に手放すイメージはもうないんで、あと唯一、うん、まあすぐはありえないですけど今物欲ゼロなんで、でも絶対どっか行き着く先に M 型はいつか来るとは思っていて、その時にまあなんかライカ、うん、第三元ライカみたいな感じになる構想になっちゃうっていう。そうですね、何台持てば結構するんだっていう。でもこれから多分先、僕たち多分アンディ様だと思うんですけど、いやちょっと遡ってフィルム行きませんみたいな時も絶対出てくると思うんですよ。まあでも多分この MT モノクロームと Q2 はいなくならないと思います。うん、同じくっすね。あの唯一 SL2S がなんかこうアップデートで今度 SL2-3 とか、うん、SL3 とか、うん、それはまあちょっと上位互換系の話なんで。そうですよね。まあすぐにはもちろんいかないですけど、絶対にあの SL5 とかぐらいまで多分いかないと思いますけど、それはまあ唯一あり得るかなっていうとこと、 M 型は僕もフィルムもちょっとありだなっていうのはどっかで思った。最新型にこだわる理由が M はないかなって逆に思った。 M もね、古いやつをずっと使ってる人かなり多いじゃないですか。いやめっちゃ多いですよね。ですごくやっぱ物がいいから持つってことじゃないですか。そうです、そうです、そうです。そう考えると全然その中古で程度のいいものが、例えばフィルムで M6 とか M4 とかあったとして、いや絶対ありだなっていうとこと、まあでも使ったこと取ったこともないんで、もちろんその試してみてっていうのもあると思うんですけど、うん、だから M11 が M11 が楽しみな反面、絶対これだっていうとこまで行ってないのは多分その辺もある。そうですよね。ああ、手持ちのカードでも満足してるし、もう一個先のカードは別のカードを切りたいっていう思いもちょっとあるっていう、うん、まあ沼にはまっていくのは間違いないっていうことですね。はい、沼ってあのそこがないんだなってやっと気づいたっていう潜っているうちにどっかそこだろうと思ってましたけど、ないですね。今ないですね。中間地点でちょっとあの酸素のボンベの入れ替えをしてるぐらいな感じまだ浅いとこの気がするまだ日の光届いてますから、うん、ね、この下はもうちょっと漆黒の闇が待ってる感じがするいやいやいや、まあまあそんな感じで、ちょっと今回はね、はい、あのお楽しみライカトークぐらいの感じではあるんですけど、はい、ちょっとぜひ2月は改めて、次回はいろいろな、はい、4台並べて、はい、リアルにコラボ企画をちょっといろいろと打ち出していきたいなと思ってますんで、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。その時はまた、はい、よろしくお願いいたします。はい、こちらこそ、はい、あとはちょっとね、あのご視聴の皆さんもぜひね、あの一緒にライカ沼どんどん沈んでいきたいなと思っておりますので、はい、あの村さんのチャンネルの方もね含めて、あのチャンネル登録なんかしていただいて、一緒にライカの沼に沈みましょうということで、はい、はい、じゃあまたぜひ次回、はい、お願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。また。